はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日はソウルで買ってきた韓国コスメの購入品をご紹介したいと思います。で、ファッションのアイテムも今私が着ているように結構何点か買ってきたので、それはそれでファッションはファッションで動画を撮っていきたいと思います。なので今日はね、結構私が欲しかったアイテムを買ってきたので、リップ中心かな、うん、で買ってきたので早速見ていきたいと思います。始まるよ。それでは一つ目はもはやもう使ってるからちょっと開けちゃったんだけど、パッケージはこんな感じ。 I'm Shading Palette、 I'm Mimi のやつですね。シェーディングパレットなんだけど、ハイライトとローライトが私あのイニスフリーのしか持ってなかったので、こういった感じ、こういうお色味です。で、まあすごい使いやすいし、ハイライターもそこまでなんかこうパール感がすごい強いものではなかったので、私が結構好きな感じ。これでメイク動画とかも撮っていきたいと思います。それでは2つ目はラストベルベリップティント、ビアのものですね。ビアはね、あの前にアイシャドウを持ってたんですけど、この色は5番のガールクガ、ガールクガ、なんかガールクラッシュっていうのをこう略して韓国語でガルクって言うんですけど、そういうことです。まあ、ガルクラッシュ的な色だよっていうことです。っていうのはね、今度ちょっとパープル系のメイクをしようかなと思って、結構ガッツリパープルをね買ってきたの。ビアにちょっといい色があったからこれで行ってきました。どういう色かっていうとね、これからの季節、秋冬にすごく使いやすいお色ですね。結構ハロウィンとかの時に絶対使えそうなお色です。はい、こんな感じ。3個目は 3C グッズからいきます。 3C で買ったのはじゃん、 3C はこのイエローのね、あのシャドウをずっと探してて、でパールがないのが絶対欲しかったので、パールあるのは結構ね他のところでもあったんだけど、まあ、3C 見てた時にちょうどいいカスタードみたいな色のアイシャドウがあったので、これを買ってきました。これでね、またメイクも紹介していくので、お色味はそっちでお見せしようと思います。4つ目はまた 3C なんですけど、これはじゃん、スタイルなんだ、ブライトビームスティック、ブライトビームスティック、ハイライターみたいな感じでいうスティックなんですけど、自然な光沢が出てね、とっても好きだったの。こういう感じ、ちょっとこれ楽しみなんですよね。光沢のあるメイクをするときにぜひ使っていきたい商品です。購入品の5個目も 3C です。これは結構前からね気になってたものなんですけども、リクイッドピグメントなんですけど、スパークリングのもので、きっとね別にどこに使ってもいいものなんだけど、これはピンクヘイズのお色味です。お見せすると結構ね激しめのスパークリングなので、パーティーメイクとかいろいろイベントの時とかすごい使いやすそうだなと思ってます。結構キラキラなんですよね。なのでリップのその重ねで塗っても可愛いし、もちろんシャドウとして使ってもすごく綺麗だと思います。はい、そんな感じのスタイルなんだ 3CE の購入品なんですけども、あとは購入品の6個目は、クリオのものなんですけど、新しく出たのかな、ペリペラの新しいベルベットのティントがすごいいいよっていうことで3色買ってきました。だから6、7、8っていう購入品になります。これがラスト。このね色味がめっちゃ綺麗だったの。この3個全部で多分5個か6個ぐらい色味があるんですけど、試して悩んでこの3つにしました。秋カラーなのでファッションもそうだけど、やっぱりメイクも秋冬のカラーをちょっと使っていこうと思って、この3つ。パッと見ちょっとあんまり分かんないんだけど、で何番かっていうと7、9、10っていう風に買ってきました。で7番からお見せしていくと、7番は、まあ、韓国語なんだけど、ナニメテパイブラウンコーラル、なんかブラウンコーラルのお色になります。ここのお色味です。ちょっとやっぱりブラウンがかったコーラルの、本当に秋の始まりとかに使いたくなるような
お色味になってます。で今私がつけてるのがこの色なので、ちょっと薄めにつけたらこんな感じのお色になります。で9番、この9番のチェージョミーモ、これはレジェンドブラウンレッドって言うんですけど、こういう色でもうザ秋冬に使える、私も大好きなお色なんですけど、ちょっと濃いめのバラみたいな。でまさにこの10番のカムソンピルストドライローズブラウン、ドライローズなの私好きなの分かるでしょ、みんなヴィンテージピンク、これが本当に結構そのねドライローズの色味を表現してくれる感じ、こういう色味です。結構なんか切ない悲しいあのメイクができそうな、だから名前もカムソンピルター、感情フィルターっていう色味になります。すごい納得なお色味で、こんな感じですごい綺麗な3色になってます。はい、そんな感じの今回のソウルでの韓国コスメ購入品になります。結構チジュにないお店がたくさんあるので、ソウルに行くとこういう風なチジュにない店舗のお店を回るように意識してます。なのでこのシリーズは結構これからの季節に使えると思うので、皆さんもうすぐ韓国に来るよとか、まあ、住んでたりとか、あの日本でも多分全然ゲットできると思うので、 3C とかできたでしょ、うん、だからチェックしてみてください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。あ、インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。